おはようございます。朝でございます。皆さん朝の、およそ7時前でございます。バケモンライダーシーズン5行くよ。でも調子いいですね。カバー、お早速発表しますね。はいよ。まず今から日本海を目指します。日本海、そしてそこでキャンプします。キャンプ、初のポケモンライダー一泊ということで、はい、まあ、早速向かいますけども、はい、一応まあキャンプするんですけど、はいはい、まあ、もちろん今からもうまだ朝なんで、今から向かって、まあ、昼前ぐらいですかねに着いて、そこから結構時間ありますよね。そうですよ、もちろん。まあその間いろいろ面白い企画を考えてますんで、企画はもうのんびりしましょうよ。いいよ、綺麗でございますよ。バイク見えるですよ、皆さん。そうっすね、大自然ですね。右あ、これ右ですね。右なのね。ナビゲート頼むよ、ナビゲート。すいません、すいません。寿司しゃべしゃべりの火がついた瞬間間違えたよ。こっち行くよ。お、いい道っすね、これ。あ、いい道っすね。いい道っすね。ま、言うたら、言いたいことも言えない、こんな世の中じゃ。ボイズ、マジっすね。それ、笑っていいぞ。どこで笑うん、それ。どこで笑うん。え、いや、なんか、反町隆史、歩いてそうな気がした。いや全然分からんわそれ。分からへん。どこに連れてくの？分からへんよ。合ってますか？ナビは合ってますか？ナビは合ってないですけどね。とりあえずバケモンライダークールなんか面白そうな道があったんで寄り道しちゃってます。そういうスタイルでお届け。これどこに着くの？分からへん。ちなみにね、今回ちょっとコウスケさんのバイクがスクランブラー、125cc ということで、オール下道で向かっております。まあやっぱね、旅っても高速なんか使ってダメです。そうですね、間違いない、間違いない。景色もゆっくり見ながらのんびり行きましょう。行きましょう。あれなんかね、ちょっとワクワクロード入ってきますよ。ワクワクロードですね、これ。ワクワクロード、ああ。いや、これは、これちょっと、はい、いけます？関係者以外、入山禁止って書いてまして、でもこれ、このバイクで登ったら面白そうやで、これ。すごいな、これ。すごいな、これ。これはでも行けないですね。行けないですね。でもやっぱり旅というのは行き止まりがあるっていうことだよ。じゃあチャレンジしていこう。だっておそらくもうこの道は僕ら一生こうや。ちょっと気に切らんといてほしいな。ダメダメ、森林伐採、木を切るのだけはやめて、やめて、木を切るのだけはやめてほしい、地球の叫び。ダガダン、浅いなぁ。コウスケさんの後ろに乗ってるの木じゃないけどね。違う違う、それ木じゃないですか。あ、これ木じゃん。うわ、僕ね、こういう木の家がいい。はい、道中安田の大杉に来てみました。樹齢は700年から800年。はい、この昔からここにそびえ立つ大きな大きな大杉でございます。それでは、今回のシーズン5の成功を祈りまして、この大杉さんに
お参りしたいと思います。でかい。それではでっかいでっかい大杉さんに。大杉さん大杉さんに祈願したいと思います。では無事にシーズン5終われますように。はい、運営できましたよ。綺麗な海。